本的には遺伝子から無数のタンパク質ができるわけですけど、それぞれが違う役割を担っていて生命活動を維持している、いわば生命活動の根幹を担う分子物質なんですけれども、タンパク質の設計図を次世代に残すために遺伝子が使われているっていうふうに考えたら、タンパク質がどれだけ重要なのかっていうのが分かってくると思うんです。無数にあるタンパク質の中の一部のタンパク質がどういうふうに働いているかっていうのを見ているっていう研究をやってます。哺乳類とか人とかの脳内で睡眠物質を合成する酵素、まあタンパク質の機能を解明するっていう研究をしていたんです。それをさらに違う視点で、もっと前の祖先遺伝子に戻った時に酵素としての機能の部分が現れてくる種のところがある。両生類カエルとかその前はおそらく酵素活性を持っていないだろうっていうことが分かってきました。じゃあ魚の中では何をやってたんだろうかっていう、具体的にメダカの中のタンパク質を取ってきて機能解析とか、どんな化合物と結合するかとか試してみて、プロスタグランジンっていう、まあ、人の中、哺乳類の中にも当然あるんですけど、生殖行動とかそういう繁殖とかの時に脳内で分泌されたりとか生殖器で生成されたりとかする、それに結合するってことは何か生殖行動に関わってるのかなっていうので、実際のメダカを解剖してどこで発現してるかとか、生殖行動の前後でその発現量が変わるのかとかを見てきた時に、昔は睡眠とは関係なく違う機能に関わってたタンパク質かもしれない、そういう結果が今出てきて、新しい局面でそれを楽しんでいるところなんですけど、誰かがスポットライトを当てないと何に働いているか分かんないタンパク質とかも無数にあって、一つ機能が分かれば新しいタンパク質を設計したりとかする情報にもなりますし、学生とか共同研究先の先生とかと一緒に課題をクリアするとか、それを達成するっていうのを繰り返していく、ゲーム感覚っていうのが人間の生き方の基本なんじゃないのかなと。いい研究悪い研究とかないと思うんです。等しくどんな研究も役に立つ、その人その人とが考えてるこれが面白いんだっていうのがあるので、なんかやってみたいこととかできることを増やして次につなげていく、楽しむためにどうしたらいいかっていうのを考えるのがすごく重要だと思う。